1742回始めます10月19日です、木曜日に入ったところですね。今3時ぐらいになったのかな。3時ですね、ちょうど。はい、いいペースです。今日も5時半か6時ぐらいまで行きますよ。はい、為替がね149円70銭ぐらいで今ずっと何日か推移してますね。で、原油もね、上がるんだか下がるんだかっていうところで今87ドルかな、 WTI、うん、1バレル87ドルぐらいで推移してますね。はい、まあイスラエル情勢、うん、で原油は、まあ、金もそうですけどね、これから上がったり下がったりするんじゃないですかね。はい、国際社会は大変なことになってますよ。はい、その中で FNN プライムオンライン、日本はね安定の、うん、安定のなんていうかね、まあある意味平和なんだけど、18歳未満と知りながらお金を渡して熊本、上天草市っていうのかな、うん、社会福祉協議会の、うん、職員の男、児童買春の疑いで逮捕ということで、まあ社会福祉協議会の職員だから社会福祉に携わっている方でしょう。の方がね、10代の女子生徒買春したっていうことでね、社会福祉協議会の男を逮捕されましたと。警察の調べに対して容疑を認めているということ、うん、上天草市社会福祉協議会のまあ、に勤務する、磯部真一容疑者39歳は熊本市内のホテルで18歳未満と知りながら県内に住む10代の女子生徒改心した疑いが持たれていると。調べに対して磯部容疑者は18歳未満と知っていたと、うん、お金渡して性行為したと容疑認めていると、うん、SNS 通じて知り合い1年ぐらい前にね、うん、で、数回この女子生徒と、うん、これまでに数回会っているということで、うん、社会福祉協議会の会長を務める市長さんね、市長が、うん、会長を務めてるんですね、まあ陳謝しているというですことですね。申し訳ないということで、まあこの何チャンネルでね、いろんな事件とかね、このまあ盗撮とかね、児童買春とかね、うん、いろんな事件扱いますけども、やっぱりね、もう警察官だろうと消防だろうと役所の人だろうと、ね、福祉関連の人だろうと、ね、この職業についてる方だから安心っていうことはないね、うん、見てると、うん、学校の先生だって悪さするし、警察官でも悪さするし、ね、福祉関連の人だって悪さするしっていうことで、まあ人をね、その職業とか肩書きとかでなるべく見ない方がいいですよと。その人の本質、うん、もう本当にね、肩書き抜きで一対一の人間として対峙した時にその人はどういう人なんだっていう視点で見ないと、人間っていうのは、うん、外見とかね、着飾ってるものとかね、乗ってる車とかで人は判断できませんよ、うん、本当に。そう考えるとね、まあ疑ってかかればね、みんな疑ってかかるしね、うん、悪い人に見えるし、逆に言うとね、まあなんていうのかな、一般的に社会的にね、地位低いように見られてる職業の人だっていい人とか優しい人とか真面目な人とかね、人格のしっかりしたとかたくさんいますからね、見方によってはですよ、うん、捨てたもんじゃないっていうふうにも言えるんだけども、はい、ということで、この社会福祉協議会の男、磯部容疑者39歳、熊本のね、18歳未満と知りながら、分かってながらなんだからね、本当にどうしたもんだかね、福祉に携わる人間として、まあまあまあ、ルールを守れよと、うん、ルールというか、なんていうかね、18歳以上でいいじゃないかと。何もそんなね、
中学生とか高校生に手を出すなっていう話なのに、全くもって、はい、ということで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。